質問その1、この2週間の間に、イライラ、不安、神経過敏など、まあ、HSP とかの話もね、ありますけど、神経過敏などを感じたことがありますか？イライラとか不安とかも、ちょっと あまりにも気にしすぎるみたいな状態を感じたことがありますかっていうのが一つ目の質問です。はい。二つ目の質問が、この2週間の間に不安をコントロールできなくなったことがありますかっていうですね、質問なんですね。この二つにですね、答えてもらうってことが重要だったわけですね。この二つの質問に答えてもらうだけで、いわゆるですね、こう一般的な、なんかこうね、精神科だったりだとかクリニックとかそういうところでですね、使われている、臨床テストとですね、同じぐらいの正確さで個人のですね、不安レベルをですね、ちゃんと判断できたんですね。で、これはもちろんお医者さんにやってもらうっていう脈でもいいんですが、自己し、セルフテストでもですね、大丈夫だったということが出てますんで、そういう意味で言うとですね、結構使える、方法、なんですよね。で、実際に、じゃあこれ、あるかないかだけで答えるんだとちょっと分かりづらいと思うんで、一応言っておくと、例えばこう、1週間、とかですね、2週間っていうですね、くくりを今、よく決めてるわけですね。今回のテストの場合、2週間の間にどれぐらいイライラとか不安とか神経過敏を感じましたかとか、2週間の間にどれぐらい不安をコントロールできなくなりましたかみたいなことを聞いてるんですけど、この2週間のうちに、不安を感じたこと、あるいはこの該当するような、ことがですね、あった日がですね、全くなかったか、何日かあったかな、ぐらいな感じか、1週間以上あったなのか、ほぼ毎日あったのか、だいたいこれぐらいで、分けるといいと思います。だから2週間の間に、そういう出来事が起きた日が全くなかったのか、数日はあったのか、1週間あったのか、ほぼ毎日だったのか、みたいなことを皆さんには答えてもらいたいんですね。はい。でですね、ここで、ポイントとしては、7日以上、まあ、いわゆる1週間以上あった、あるいは、ほぼ毎日だったっていうふうにですね、感じた場合っていうのは、これちょっと治療した方がいいかもしれないっていう、その気にしすぎというか、ちょっと不安症の可能性がかなり強いで、かなり強い不安症なので、ちょっとほっとくとやばい不安の可能性がありますよってことなんですよね。そう。まあ、だから結局ね、自分の不安をどれぐらいコントロールできてるかどうかってことがですね、結構重要になってくるんですね。だから、まあ、強烈な不安を感じている、こう、二つの質問に答えてもらって、で、まあ、二つ目の質問がコントロールできなかったですか？それともコントロールできましたか？みたいなことですね、聞いてる質問だと思うんですけど、でもこれが、できなかったっていう日が、まあ、一週間以上、二週間なんで、一週間以上あったら、ちょっとですね、気をつけた方がいいんじゃないの？っていうですね、そういうお話、なんですね。はい。ですから、ぜひさっき皆さんは、質問したと思うんですけど、強烈なね、不安とかやるとかストレスを、感じる日が2週間中、過去2週間中1週間以上それが続いたことがあって、かつその中でも不安をコントロールできなかった日がですね、1週間以上あったという場合にはですね、これ心療内科とかちゃんと相談してみることをお勧めいたします。認知行動療法とかでも結構解決できると思うんで、ぜひですねやってみてくださいというお話でした。はい。